僕らグローバルボーイズグループ INI メンバー11人が一人ずつ地上波初のレギュラーパーソナリティ番組 From INI に向けてオーディを聞いているあなたとつながっていく番組です。皆さんこんにちは、ロギントゥアス INI です。 INI のシューフェンファンです。いや本当にまだデビューしてからそんなに時間経ってないのに、もう早速レギュラーラジオが決まってすごい光栄だなって思ってて、頑張っていきたいと思います。はい、2022年から新しいことが始まりますが、その前に2021年が間もなく終わります。いやもう本当にもうみんな一緒だと思うんですけど、2021年は本当に僕人生今まで一番濃かった一年だなって今でもすごい思います。こう振り返ってみれば、すごいいろいろいろんな大事な瞬間があって、最初オーディションが決まって、でオーディションに参加してデビューが決まって、でその後韓国合宿で日本に戻ってきてからデビューを迎えて、でその後僕たち初のファンミーティングがあって、そしてママっていう大きいステージも出させていただいて、未だに、まあ、夢か現実か分かんない、そういうそんなすごい不思議な一年だなって今でもすごい思います。はい、そんな2021年でしたが、先ほどもお伝えしました通り、2022年から地上波初のレギュラーパーソナリティ番組が始まります。改めてタイトルは From INI、 初回放送は1月7日、毎週金曜日深夜1時から3時です。そして他のメンバーも言ってましたが、この番組への意気込みは言葉だけでは表現しきれないということで、行動でも示していきたいと思います。僕シューフェンファンは昨日のタケルくんからの指令、アイナイの松田仁くんのモノマネをしながら番組への意気込みを伝えたいと思います。いや難しいんですねこれは。どうも、沖縄の MJ じゃなくて中国の XF シューフェンファンです。いや僕は最年少でありながら、もうこの番組でもうメンバーの中一番活躍する自信があるので、皆さんよろしくお願いします。すいません。ジン君ってなんか癖がありそうでないんですよね。なんかモノマネするになるとちょっと難しいんですね意外と。はい、ということで2022年もよろしくお願いします。良いお年を。そして明日担当するメンバーにも言葉だけでなく行動でも示してもらいたいので、レギュラー番組への意気込みを丸々をしながら伝えてもらいます。ということで明日は最後のメンバーですね、田島翔子くんに赤ちゃんっぽく意気込みを言ってもらいます。よろしくお願いします。